サンエンアドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はキュウリの芽かき、生死方法、誘引についてやっていきたいと思います。こちらのキュウリなんですが、品種は夏スズミになります。5月の上旬に苗を植え付けて、寒い日もあったので少し心配しましたが、元気に育ってくれています。キュウリはですね、このように完全に根付いて、つるがですね、伸び始めましたら、芽かきをする必要があります。まずはですね、そちらを説明してやっていきたいと思います。キュウリはですね、親づるを本葉5枚で止めて、子づるを2本伸ばすやり方もありますが、親づるをそのまま1本、上に伸ばすのが基本となっています。こちら見ていただきたいんですが、親づるのですね、本葉があって脇から子づるなどが伸び始めています。生育初期はですね、木の負担にもなりますので、あまりキュウリをですね、ならせない方がいいです。そういったこともあって、本葉をですね、6枚まで、高さでいうと約30センチぐらいまでの雄花、雌花、脇芽ですね、をすべて取っていきます。そうすることで、下のですね、風通しが良くなって病気が出づらくなります。さらにですね、生育初期のキュウリの曲がりなどを防ぐことができます。さらにですね、少し枯れていますが、もともとあった台木の腫瘍やキュウリの腫瘍も取っていきます。それでは実際にやっていきます。親づるの本葉6枚までの脇芽などを描いていきます。下から数えた方がいいですね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚ですね。ここまでの脇から出てる脇芽ですね、これなんかもうすでに小さいキュウリがなっていますが、キュウリがなったとしてもですね、もったいないようですが、取ってしまいます。こちらも取っていきます。さらにですね、下の方の腫瘍もですね、完全に取ってしまいます。このようにですね、下がすっきりすることで病気が出にくくなります。それではもう一度やっていきます。親づるの本葉を下から数えて6枚ですね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚ですね。こちらはすでにキュウリになっていますが、もったいないようですが、取った方がいいです。手で簡単に摘むことができます。一度摘んでもですね、また出てくることもありますので、もし気づいたら再度取ってみてください。そしてですね、キュウリの腫瘍ですね。と、台木の腫瘍も取ってスッキリさせます。これで完成になります。下から本葉が6枚。高さで言うと下から30センチぐらいまでの脇芽、雌花、雄花も取ってしまいます。次にですね、誘引をしていきたいと思います。キュウリはですね、基本的に親づるをそのまま上に伸ばしていきます。今回のようにですね、キュウリ支柱、ネットを使っている場合は、それに這わしていくんですが、上まで行ったら、親づるを摘心します。このようにですね、キュウリは自分で巻きひげが出て、体勢をですね、維持する仕組みがありますが、場合によってはですね、風に煽られて折れてしまいます。ですので、定期的にキュウリの親づる、子づるなどと、ネットですね、と誘引する必要があります。こちらの園芸用結束器なんですが、ホームセンターなどでも販売しています。私たちはこちらのですね、結束器を使いますが、これがなくてもですね、誘引紐で小指が入る程度で縛ってもらえれば大丈夫です。定期的に見てですね、キュウリのつるがですね、ネットから離れて垂れてくるようでしたら誘引してみてください。今回はですね、この結束器を使って誘引をしていきたいと思います。誘引する場所なんですが、いつも言う通りですね、あまり上の方の成長点に近いところはですね、茎も細く折れやすいです。これで言うとちょうどここからですね、太くなりますので、ここで固定します。ここですと場合によっては折れてしまいます。この太いところとネットを固定していきます。キュウリ側からテープをですね、当てて、輪っかを作ります。そして、ホッチキスになっていますので、カチッと
やることで、このように結束することができます。これをですね、つるが伸びていくたびに定期的に結束していきます。それではもう一度やっていきます。茎ですね、細くないところで太いところ、キュウリとですね、ネットを一緒にして、ホッチキスを留めます。これをですね、あまり緩くしますと風に煽られますので、きつくない程度にやってください。あとはですね、ホッチキスを留めるときに、キュウリの茎を潰さないようにだけは気をつけてください。今回はですね、親づるの本葉6枚までの芽かきをしましたが、この後ですね、親づるはそのまま上にまっすぐと伸ばしていきます。で、そのうちですね、親づるの脇芽から子づるが伸びていきます。基本的にはですね、子づるは葉っぱ2枚程度、2節程度で留めていきます。特にですね、農薬を使わない有機栽培の場合は、あまりこう制止をしますと木が弱る可能性もありますので、半放任といってあまり子づるを止めないやり方もありますが、そういったやり方も含めて次回以降ですね、また動画配信しますので、そちらの方もぜひご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。